あつ森ジャパンカップは314頭が出走。スタッフが事前に予選を18レース行い、各予選5着までの馬が準決勝へ。準決勝は全部で6レース。3着までの馬が夢の舞台決勝へ駒を進めます。そして決勝は、決勝は川崎競馬場の特大ビジョンで観戦します。あつ森ジャパンカップの決勝も川崎競馬場さんのご協力もあり、特大ドリームビジョンで観戦します。そしてあつ森ジャパンカップを優勝した方には番組特製トロフィーを贈呈いたします。あつ森予選5レース目、上位5頭が準決勝へ進めます。ここで先頭が変わった。 200m を通過した。先頭が変わった。イーユグレール頑張っている。イーユグレール先頭。イーユグレール押し切ってゴール。1着のフィーユドレーブはブリーダーズカップパリ決勝のメンバーです。あつ森あれ、おお出た、ピクトゥブミナールいますよ。ダートの方にも出てましたよね。一頭だけ追い込みというロックなスタイルで、ただもうここら辺まで来ると印の信用は特にそうね、ないですから。レッドキング白三角、お兄ちゃんが一番下、お兄ちゃんドネザーの黒三角、黒三角ですよ。総合でいうと3番手と言っても過言ではないわけですから、ね、あそうですね、さあ上位3頭に入るのはどの馬なのか。スタートです。スタートしました。じゃあ少しばらつきました。あもう一瞬で後ろに行ったのはあれ、ピクトピクトブミナールですね。そうそう、追い込みだからピクトブミナール。もう最後の直線にかけてるからね、でもその展開は向きそうだけどな。めちゃくちゃ前に行くメンバーをね、やっぱりこれすごいですよ。先行争い6番イーユグレール、2番キングスプライド、この辺りで多分あの2列目でも逃げ馬いるもんね。戦国時代みたいな塊からしてもその騎馬戦みたいな戦ですよこれ。2コーナーを抜けて向こう正面、外を抑えて7番ソルジャーガック。その時代にこれだけ速い馬いたら驚きだぜ。おいそうですよね、殿に献上するレベル。いやいや本当そうよ。将軍が乗る馬だ。4番ナルフラム、1番人気ピクトゥブミナール、最後方から末足にかける。先頭から最後方まで10馬身以上、間に合うかどうかですよね。先頭代わってビニンザリアル、17番アルコイリス、あれでもお兄ちゃん、そのうち6番イーユグレール、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあどうすんの。さあ直線の攻防、横いっぱいに広がった。400を切って先頭サクラマーベリ、そしてインパストミュー、食い下がるアータムアサイナ、サクラマーベリ、わずかに先頭から。おーなんだ、あーちょっと先行争いからばらけ始めて。おーなんだ、ピクトゥブミナール苦しい展開になった。インパストミュー粘って強いなこれ。おっちゃん後ろから。おーなんだなんだ、インパストミュー堂々と、あれじゃないちょっ、勝ったのはインパストミュー、安定言いづらいやつ。インパストミュー、ブリーダーズカップ見事勝利しました。ピクトゥブ、あーそうだ、追い込み追い込み追い込み、すごー強い。インパストミュー1着、そして追い込みにかけてましたピクトゥブミナールが2着、3着アーカムアサイラムが3着でございます。あ一応2、3着は人気通りになってるという感じになってますね。まあね、そして注目しておりましたキングスプライドがちょっと惜しくて4着。あつ森ファミリーから参戦した2頭はご覧の結果でした。決勝に進むのはインパストミュー、ピクトゥブミナール、そしてアーカムアサイラムの3頭です。おめでとうございます。1着のインパストミューのプロフィールは、拾わないです。あでも17戦17勝、ちょっと勝ちくらは控えめな感じがする。あでもそんなことないや。あ珍しいディープインパクト使ってる。本当だ、偽物じゃないですよね。ディープインパクト、あ、アウトブリードですよ。完全なだね。本当だ。エピファネイアでシーザースターズ、まあ、お母さんの方は自分で作っての
最後ディープで締めてアウトブリード、これ強いな。ということでインパストミューおめでとうございます。おめでとうございます。そして次回熱盛ジャパンカップ決勝でございます。いやー、よいしょー、来ました。本当に最後の最後の戦いでございます。1年にわたりお送りした番組の最終回、熱盛ジャパンカップ決勝、ラストは感動のフィナーレ。わ、すげー戦いしてる。言わせねえよ。おめでとうございます。